こんにちは。今回はエントリーでためらいを感じるときですよね。ためらいを感じたときに真っ先に見直すべきポイントは何かという話をしたいと思います。エントリーするときに、これもよくもらう相談なんですけど、ためらってしまうと、ここでエントリーかなっていうところがまでは行くんだけど、そこで素直にパンとエントリーできない、ためらってしまう。どうしたらいいでしょうか。どうやったらためらいなくスッとエントリーできるようになるでしょうかっていう質問を結構もらったりするんですけども、でもね、どうやったらためらいなくエントリーできるようになるかっていう問いっていうのはちょっと違うんですよね。その問いを立ててしまうと結構ね、答えのない迷路に迷い込んでしまうっていう感じなんですよ。ためらいなくエントリーできるようになるためにはって考えた時に、無限にいろんな答えが出てきてしまうじゃないですか。ではなく、全く違うところをアプローチしてみるっていうことなんですよね。で、まず自分自身にちょっと問いかけてみてほしいのは、そもそもためらいをなぜ感じるのかっていうことなんですよ。なぜ自分はためらいを感じるのか、なぜためらってしまうのか、これはもうでも多分明確なんですよね。それは自分が狙う優位性がはっきり分かってない自分でってことなんですよ。自分がこれから何をしようとしているのかが分かってない、認識できてない脳が。だから自分が実行することも、これって今実行していいんだろうかっていうふうに迷ってしまってるってことなんですよね。だからそこの回路をちゃんと作ってあげなきゃいけないんですよね。この優位性を狙います、はい、じゃあこの優位性発生しました、じゃあこの方法でエントリーしますっていうことが明確になっていたら、ためらいはないです。ただそのままエントリーするだけなんですよ。そこで迷ったりとかためらったり怖くなったりとかっていうことは起きなくなっていくんですね、それがはっきりしてきたら。で、これはなんかめちゃくちゃ難しいトレーニングをしないといけないかっていうと、別に全然そんなことはないんですよ。で、メンタルがとかっていう話でもないんですね、これ実は。メンタル以前の問題なんですよ、これは。じゃあ何が必要かっていうと、もうこれは本当僕が推奨しているやり方なんですけども、まずはそのちゃんと明確に優位性が、その瞬間の値動きの優位性が分かるセットアップ、相場分析法をちゃんと学ぶっていうことですね。ちゃんと学ぶっていうことです。例えばこれ僕他の動画でもなんかいろいろ言ってるんですけど、僕はもう移動平均線をメインで使ってるんですよね。で、もう朝の段階でそのセットアップパッと見た時に、あ、今日は売り、今日は買い、今日は なしっていうのを瞬時に判断できるようなセットアップにしてるんですよ。それ以上考えなくていいようにしてるんですよね。で、そこで逆に言うと、パッと見た時に、あ、いや今日買いかもしれないし売りかもしれないけど、あ、でももうちょいこうなったら買いかもしれないなみたいな風になってしまうっていうのは、もうそのセットアップは不十分ということですね。そのチェック方法は不十分です。だからもっと練った方がいいし、ちゃんと分かるやつを使った方がいいっていうことなんですよね。だから要はもう明確に今売りっていうことが分かる、明確に今買いっていうことが分かる、明確に今やらない方がいいっていうことが分かる。まず最初そこがスタートです。で、次に明確にこれ売った方がいいなっていうのが分かった次の段階で、あ、じゃあ売ろうってなるわけですね。ってなったら、じゃあ売ろうっていう時にためらわなくなるんですよ。だって間違いなくこれは売りだから、今だから。そこさえはっきりしたら、その次のステップって非常に容易になります。でもそれが逆に言ったらできてなかったら、次のステップ、実際にエントリーする時にためらう、そしてためらうからタイミングがずれる、タイミングずれるから逆行するっていう悪循環に陥ってしまうんですね。で、それを一個一個そのこんがらかってしまった紐をほどくってなると大変な作業じゃないですか。だから大元の部分をまず改善するんですよ。その大元がパッて変わったら、それ以外のそれ以降の部分が連鎖的に全部改善していくっていうことですね。そういう発想法でそのトレードっていうのは見ていかなきゃいけないですよね。なので、その相場分析法ですね、その優位性を見る方法に関しては、昔僕が以前挙げたですね、移動平均線の使い方っていう動画か、日足と4時間足で目線の前を払拭する方法っていう動画、どっちかですね、どっちかを見てもらったら詳しく説明しているので、それをまず見てほしいと思います。で、次にそれを見て、あ、なるほど、こういうふうにやるんだなっていうのが分かったら、今度はフォレックステスターとかを使って、その方法でまずその場面を探して、で、そこから実際にエントリーっていうのをひたすら何回も反復練習してください。反復練習、そしたら、あ、確かにこの方法でエントリーしたら、まあ大体の場合これプラスになるなっていうことが分かってくるわけじゃないですか。ってなったら、本番の時もそこまでのためらいっていうのはなくなっていくはずです。だから、とにかく正しい方法を学ぶ、そして反復するっていうことが重要です。反復して感覚に落とし込んでいくっていうことですね。この2つをやったら、ためらいっていうのは乗り越えることができるはずなので、ぜひぜひやってみてほしいなというふうに思います。
であとはまあメルマガの方でもそういったね話っていうのはすごい詳しくしてるので、そちらも合わせてぜひ読んでもらって、そのトレードでぶつかってる壁を早くねもう越えて、もうさっさと次のレベルに進んでいってほしいなと思います。